ATM は DNA の日本差切断によってリクルートされて活性化されるセリン、スレオ人気ナーゼである。ATM は DNA 損傷チェックポイントの活性化を開始する重要なタンパク質をリン酸化し、細胞周期の停止、DNA 修復やアポトーシスを引き起こす。P53CHK2 ブリカ 1NBS1H2X を含む。 ATM の標的となるタンパク質のうちのいくつかは、がん抑制因子である。ATM 遺伝子は1995年に、ヨセフシロによって発見され、ATM という名称は、その遺伝子の変異が、毛細血管拡張性運動失調症の原因であることに由来する。1998年に、シロの研究室とカストンの研究室は、ATM が、 DNA 損傷によって活性が更新するプロテインキナーゼであることをそれぞれ独自に示した。細胞周期を通じて DNA の損傷は監視されている。損傷は複製時のエラーや代謝の副産物、有毒な薬剤や電離放射線によって生じる。細胞周期には様々な DNA 損傷チェックポイントが存在し、 細胞周期の次の段階への移行を阻害したり、現在の段階にとどまらせたりしている。細胞周期の主要なチェックポイントとしては、G1、S チェックポイントと G2、M チェックポイントがあり、細胞周期の正確な進行を維持している。ATM は DNA 損傷後、特に日本差切断後に、細胞周期の進行を遅らせる役割がある。ATM は、 mRN 複合体などの日本差切断を検知する、タンパク質によって日本差切断部位にリクルートされる。その後、ATM は NBS-1 や他の日本差切断修復タンパク質をリン酸化する。こうして就職された媒介タンパク質は DNA 損傷シグナルを増幅し、CHK2 や P53 などの下流のエフェクターへシグナルを伝達する。 ピックファミリーの4つのメンバー間で保存されている4つのドメインの模式図。ATM 遺伝子は3056アミノ酸からなる約350イダのタンパク質をコードする。ATM はパイ3系関連キナーゼスーパーファミリーに属する。ピックスーパーファミリーは6つのセリン、スレオニンキナーゼからなり、パイ3キナーゼとの配列類似性を示す。このファミリーには ATR、 DNAPKCS、DNA エントアが含まれる。ATM は特徴的な5つのドメインからなり、N 末端側から C 末端側へ、ヒート、リピートドメイン、フラッペ ATM、チャラッペドメイン、キナーゼドメイン、ピック調節ドメイン、FATC 末端ドメインの順に並んでいる。ヒートリピートは NBS1 の C 末端に直接結合する。FAT ドメインは、 ATM のキナーゼドメインと相互作用し、ATM 自身のシーマッタン領域を安定化する。キナーゼドメインは、キナーゼ活性を持ち、PRD とファックドメインは、その活性を調節する。ATM の全体構造は解かれていないが、その構造は DNAPKCS と極めて類似しており、コンフォーメーション変化後に、ヘッド領域と長いアーム領域が2本腐り、 DNA を包み込むと考えられている。N 末端のドメインは FAT ドメインとともにアルファーヘリックス構造を取ると予測されている。このアルファーヘリックス構造は同じくヒートリピートを持つ半チンチンタンパク質で見られるような曲がった感情の三次構造を形成すると考えられている。FAC は約30アミノ酸からなる C 末端のドメインである。その配列は 高度に保存されており、アルファヘリックスに続く、鋭いターン構造からなり、ジスルフィド結合によって安定化されている。DNA 日本差切断に対する ATM を介した2段階、応答。迅速な応答では、活性化された ATM は、エフェクターキナーゼ CHK にをリン酸化し、CHK には CD、CDC25A をリン酸化して、CDC25A を、 指基鎮化と分解の標的とする。その結果リン酸化された CDK サイクリンが蓄積し、細胞周期の進行がブロックされる。遅延型応答では ATM は P53 とその阻害因子である m d m によりリン酸化する。P53 は CHK2 によってもリン酸化される。その結果 P53 は安定化されて活性化され。 CDK 阻害因子 P21 の発現が増加し、CDK 活性を低く抑えることで長期間の細胞周期停止を維持する。MRE11、ラジアン50、NBS1 からなる複合体は、人では MRN 複合体と呼ばれ、ATM を二本差切断部位へリクルートし、切断部の両端を保持する。ATM は n b s サブユニットと直接相互作用し、 ヒストンバリアント H2X のセール139をリン酸化する。このリン酸化によって BRCT ドメインを持つアダプタータンパク質の結合部位が形成される。こうしたアダプタータンパク質はエフェクターとなるプロテインキナーゼ CHK2 や外抑制因子 P53 を含む様々な因子をリクルートする。ATM を介した。 DNA 損傷応答は迅速な応答と遅延した応答から構成される。エフェクターキナーゼ CHK には ATM によってリン酸化され活性化される。活性化された CHK にはプロテインホスファターゼ CDC25A をリン酸化し、その結果 CDC25A は分解されて CDK サイクリン B を脱リン酸化することができなくなり、細胞周期が停止する。 この迅速な応答で日本差切断を修復することができなかった場合、ATM はさらに MDM2 と P53 のセール15をリン酸化する。P53 はエフェクターキナーゼ CHK2 によってもリン酸化される。こうしたリン酸化によって P53 は安定化されて活性化され、CDK 阻害因子 P21 を含む。 多数の P53 標的遺伝子の転写が行われる。その結果、細胞周期の長期停止やアポトーシスまでもが引き起こされることもある。ATM は、機能不全の古いミトコンドリアを除去するマイトファジーの調節因子として、ミトコンドリアの向上性にも関与している可能性がある。ATM 活性の増大は、ウイルス感染時にも生じ、 デングウイルスの感染初期にオートファジーの誘導と小胞体ストレス応答の一部として活性化される。日本差切断後の ATM の活性化には機能的な MRN 複合体が必要である。この複合体は哺乳類細胞では ATM の上流で機能し CHK2 や P53 などの機質に対する ATM の親和性を増大させるようなコンフォメーション変化を誘導する。 日本差切断がない状態では、不活性な ATM は二両体、または多両体として、細胞内に存在している。DNA 損傷に伴って、ATM は、セール1981残機を自己リン酸化する。このリン酸化は、ATM に両体の乖りを引き起こし、活性型の ATM 単両体が有利する。ATM キナーゼの正常な活性には、さらなる自己リン酸化が必要である。 MRN 複合体による ATM の活性化には、MRE11 に結合する MDC1 による日本差、切断末端への ATM のリクルートと、その後の NBS1 の C 末端を介した、キナーゼ活性の促進、という、少なくとも2つの段階が先行して起こることが、必要である。キナーゼドメインの活性の調節には、FAT、PRD、 FAC の3つのドメインが関与している。FAT ドメインは ATM のキナーゼドメインと相互作用し ATM 自身の C 末端領域を安定化する。FAC ドメインはキナーゼ活性に重要であり変異に対する感受性が高い。FAC ドメインはタンパク質間相互作用を媒介し、例えば ATM のリス2016をアセチル化する。 ヒストンアセチルトランスフェラーゼチップ60と相互作用する。アセチル化は PRD ドメインの C 末端部分に対して行われ ATM キナーゼの活性化と単量体への変換に必要である。PRD ドメイン全体の血質は ATM のキナーゼ活性が喪失させるが小さな血質は活性に影響を与えない。毛細血管拡張性運動失調症は 小脳の変性、放射線に対する極度の細胞感受性、癌の遺伝的素因によって特徴付けられる気少疾患である。AT の患者はすべて ATM 遺伝子に変異を有している。他の AT 様の疾患の大部分では、MRN 複合体のタンパク質を高度する遺伝子に欠陥が生じている。ATM タンパク質の特徴の一つは日本左折団の形成後、 迅速に活性が増大することである。ATM キナーゼの機質は DNA 修復、アポトーシス、G1、スキチェックポイント、エキナ内チェックポイント、G2、M キチェックポイント、遺伝子調節、翻訳開始、テロメアの維持など広範囲に関与しているため、AT の患者では様々な表現型となって表出する。ATM の血管は特定のタイプの DNA 損傷の修復に重大な影響を与え、不適切な修復によってがんが生じる可能性がある。AT の患者は乳がんのリスクが高いが、これは ATM が DNA 損傷後にブリカ1やその結合タンパク質と相互作用してリン酸化を行うためである。マントル細胞ンパシュ T-AL-ATPICAL-CLL。T ALL AT tpll を含む特定種の白血病や、リンパ種も ATM の血管と関係している。散発性の癌において、ATM 遺伝子の変異が見つかる頻度は、比較的低い。コズミックによると、ATM のヘテロ接合型変異の頻度は、卵巣がん713飼料の0.7%、中枢神経系の八百859飼料の0.9%、 乳がん1120資料の1.9%、腎臓がん847資料の2.1%、大腸がん782資料の4.6%、肺がん1040資料の7.2%、臓血系、リンパ系組織のがん1790資料の11.1%で見られた。ATM は様々ながんにおいて高頻度で、 プロモーター領域の高メチル化が見られる DNA、修復遺伝子の一つである。ATM 遺伝子のプロモーターのメチル化は、ATM のメッセンジャー RNA や、タンパク質の発現の減少を引き起こす。脳腫瘍の73%以上で、ATM 遺伝子のプロモーターがメチル化されており、ATM のプロモーターのメチル化と、タンパク質発現には、強い逆相関が存在する。 ATM 遺伝子のプロモーターは、小さな非食地乳がんの53%で、高ーメチル化が観察されており、ステージ2以降の乳がんでは78%で、高ーメチル化が見られ、ATM のメッセンジャー RNA 存在量の低下と ATM 遺伝子プロモーターのメチル化の異常には極めて有意な相関が存在している。非小細胞性肺がんでは、主要とその周囲の組織学的に主要と、 関係していない、肺組織における ATM のプロモーターのメチル化は、それぞれ69%と59%である、ことが示された。しかし、より進行した NSCLC では、ATM のプロモーターのメチル化の頻度は22%へと、低下した。周囲の肺組織における ATM プロモーターのメチル化は、ATM の欠乏が、 NSCLC への進行を導く初期の発癌素児である可能性を示唆している。統計部の扁平上皮癌では、主要の42%で ATM のプロモーターのメチル化が見られた。DNA 損傷は癌の主要な根本原因であり、多くの癌の根底には DNA 修復の欠陥がある可能性が高いと考えられている。DNA 修復が不十分な場合、 DNA 損傷が蓄積する傾向がある。DNA 複製時、こうした過剰な DNA 損傷はエラー率の高い損傷を乗り越え合成による変異を増加させる可能性がある。また、過剰な DNA 損傷は DNA 修復時のエラーによってエピジェネティックな変化を増加させる可能性がある。こうした変異やエピジェネティックな変化はガンの発生へとつながる可能性がある。 多くのがんで頻繁に見られる ATM のエピジェネティックな欠乏はこうしたがんの進行に寄与している可能性が高い ATM は原数分裂の前期に機能する野生型の ATM 遺伝子は人の清掃では体細胞と比較して4倍のレベルで発現しているマウスと人の双方で ATM の欠乏はメスとオスの不妊を引き起こす ATM の発現の欠乏は 原数分裂の第一分裂前期を大きく破壊する。さらに、ATM を介した DNA の日本差、切断修復の機能不全は、マウスと人の乱母細胞の老化の推定原因として、同定されている。ATM 遺伝子の発現は、他の重要な日本差切断修復遺伝子と、同様、マウスと人の乱母細胞では、年齢と共に低下し、並行して、 原子卵法では日本左折断の増加が見られる。これらは ATM を介した騒動、組み替え、修復が減数分裂で重要な機能を果たしていることを示唆している。ATM は次に挙げる因子と相互作用することが示されている。黄色症状バイドローサーファラ・マラナガスターのテフ、タンパク質は人の ATM タンパク質の構造的、機能的ホモログである。テフは ATM と 同様、DNA 修復と卵母細胞における減衰分裂時の正常レベルの組み換えに必要である。ありがとうございます。